ラギットロニー・ガービンは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の元プロレスラー。少年は1944年ともされる。元 NWA 世界ヘビー級王者。ラフファイトに強いベビーフェイスのタフガイとして活躍し、その強烈なパンチ攻撃から、ザ・マン・ウィズ・ザ・ハンズ・オブ・ストーンの異名で呼ばれた。少年時代に、モントリオールのバプティスト教会で、パッド・パターソンや、 テリー・ガービンと共にトレーニングを積み、1962年に17歳でデビュー。以後、テリー・ガービンの弟と称して、ロニー・ガービンと名乗り、テリーとのガービーン・ブラザーズで活動。フロリダ、テネシー、ジョージアなど、アメリカ南部をヒールのポジションで転戦し、1964年から1974年にかけて各地区のローカルタッグ王座を再三獲得。 その間、1971年1月に、テリー・ガービンと共に日本プロレスに来日しているが、小柄だったこともあって、タッグ王座への挑戦権は与えられず、これが最初で最後の日本マット登場となっている。1974年下期からは、義理の息子でもあるジミー・ガービンも、マッテイとして加わり、一時期はトリオの兄弟ユニットを結成していたが、1975年に、 ガービンブラザーズを離れ、シングルプレイヤーとなって活動。ルイジアナやノースカロライナを経て、1977年より、ロンフラー主催の NWA、参加団体サウスイースタンチャンピオンシップレスリングに登場。ミスター・ノックスビルなる覆面レスラーに変身し、同年6月10日に、ボブ・オートン・ジュニアと組んで、ジョール・ダックボブ・アームストロングから、サウスイースタンタッグ王座を奪取した。 その後は素顔に戻って、ベビーフェイスに転向、モンゴリアンストンパー、ボリス・マレンコ、アレックス・スミルノフ、ディック・スレーターらとサウスイースタンヘビー級王座を争い、通算8回にわたって、同王座を獲得した。1979年、サウスイースタンでの戦友だった、ボブループや、オートン・ジュニアと共に、アンジェロ・ポフホが、 ケンタッキー州歴新ン,ンにて旗上げした新興独立団体インターナショナルチャンピオンシップレスリングに参戦。同年5月26日に同団体認定のサウスイースタンヘビー級王座の初代チャンピオンに認定され、ペッツ、バトレーやラニーポフほどのタッグでも活動。以降ベビーフェイス陣営のトップとして ICW に定着し、1982年にかけて ICW 世界ヘビー級王者ランディ・サベージと構想を繰り広げた。ICW の活動停止後は NWA 県に戻り、1983年よりジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングに登場。1984年は4月7日にジェイク・ロバーツから世界 TV 王座を7月4日にジェリー・オーツと組んで、 ロードウォリアーズからナショナルタック王座を10月11日にはテッドデビアスから同ヘビー級王座をダッシュするなどの活躍を見せた。1985年下期からはジョージアを買収したジムクロケットジュニアの運営する NWA ミッドアトランティック地区に進出。1986年4月19日に開催されたタックチームトーナメント。 クロケットカップの第1回大会にはマグナム T8 組んで出場2回戦でバズソイアアンドリックスタイナー3回戦で全日本プロレスのジャイアントババアンドタイガーマスクを破り決勝戦に進出したがロードウォリアーズに破れ準優勝に終わった同年9月2日にはブラックバートを破るミッドアトランティックヘビー級王座を獲得し 12月9日には、バリー・ウィンダムをパートナーにザ・ラシアンズから、U.S. タック王座を奪取。そして1987年9月25日、ミシガン州デトロイトにて、ディック・フレアーを下して NWA、世界ヘビー級王座を獲得した。しかしファンの反応は鈍く、彼の体感期間は短期に縮小され、2ヶ月後の11月26日、 イリノイ州シカゴで開催されたスター・ケード87にてフレアが王座に帰り咲くこととなった。その後はジミーとガービン・ブラザーズを再結成してバーシティ・クラブなどと構想するが1988年8月に NWA を離脱しヒールのポジションでアワや WWC を転戦。すでに社用機に入っていたアワでは九月十七日にクレック・ガニアから インターナショナル TV 王座を、プエルトリコの WWC では11月24日に、カルロスコロンから、ユニバーサルヘビー級王座を、それぞれダッシュしている。同時期に、WWF と契約し、1988年12月、アイアンマイク・シャープを破って、TV デビューを飾る。再び、ベビーフェイスに戻り、1989年からは、ディノブラボーや、 グレック・バレンタインとの高層アングルが組まれ、PPEV のロイヤル・ランブル89、レッスルマニア V、サバイバーシリーズ89にも出場した。しかし、WWF では NWA 時代のような活躍は果たせず、1990年1月のロイヤル・ランブル90以降は、ジョバーの役回りが多くなり、同年11月に WWF を離脱した。以後、 WWC を経て1992年は、ジム・コルネットが、テネシー州、ノックスビルで主催していた、スモーキーマウンテンレスリングで活動。ポール・オーン・ドーフとのベテラン同士の構想を展開した。セミリタイア後の1999年には、WWF を共にサーキットした同郷の、ジャック・ルージョージュニアラ・ルージョーファミリーの主催するモントリオール地区のイベント。 インターナショナルレスリング2000に、ジミーやアブドーラザ・ブッチャーとのタッグで出場した。近年は、航空運送会社のパイロットとして活動。彼は1970年代初頭に飛行機免許を取得し、サーキット中も自家用機で移動していたという。なお、義理の息子ジミーも引退後は、US Airways の操縦士となっている。引退後も、南部のインディ団体やリユニオンイベントに、 時折登場しており、2005年には NWA 時代の名優ダスティローデス対タリー・ブランチャードのレジェンド対決にてレフェリーを務めた。2011年8月12日にインセーン・クラウン、ポッシーが主催する JCW で行われた PPV。JCW レジェンズアイコンズでは、ジミー・スヌーカ、トニー・アトラス、ジム・ドゥガン、リキシ、ビセラ、ドインク・ザ・クラウン、 ブルータスビーフケーキらと共にバトルロイヤルに出場した。アメリカのマット界において、ガーピンは喧嘩自慢の素人や外部の選手に対するポリスマンの役割も担っていた。海外武者修行時代の藤並達次は、1976年にフロリダのカールゴッチの元からノースカロライナの NWA ミッドアトランティック地区に入った際、ゴッチの弟子ということで、同地区の選手たちからされ、 ガービンとの試合で肛門に指を入れられるなどして仕掛けられたという、ありがとうございます。